あったね。お兄さんもゲームをしに来たの？黒幕か？ボクちゃん、いつも通りの異常だよね、これ。あれ？あ、うわー！ぜーしっかり叫んじゃったじゃねえか。怖くはなかったけどな。テラメタル学園、今日はシラザートさんの新作が出たので、ホラーゲームやっていきたいと思います。おお、車両の中に入ったらあるってことなんだね。あれ、これ使用中？あ、使用中だ、すいません。いや、これ異常があったらどうしたらいいの？引き返せばいいのか？あ、かわいい。あ、寝てますな。寝てないわ。子供もいる。お母さんか？はい、入ります。7号車から進むってことか、これもしや。あ、こんにちは。おい、何してるの？見回りです。また会ったね。お主、記憶があるのか？お兄さんもゲームをしに来たの？変わったことがあったら戻る。ゲームを終わらせる方法？0号車まで行って、その先の運転室でブレーキをかけるだけ。黒幕か？ボクちゃん、じゃあ後でまた会おうね。やばい、後でまた会おうとか言われちゃった。家事代行2750円。なんかこの顔が怖くなったりしそうだな。このおじさんも多分諦めたんだろうな。目開いてるからさ。ほんと胸騒ぎだ。異常しかないけど。立ってね。あ、見てくる。あんまり逆らわない方が良さそうだ。いないじゃん、ボクちゃん。うわ、びっくりした。出てきちゃってますけれども、あの笑顔でいるわ。うわ、怖い、やめてよ。絶対猫にそんなことしないで。ギョロギョロしてる。うわー、ゼロ。一発で来ちゃったよ。車掌室まで行ってガチャンってこう止めろっていうことだからね。あ、来た。おじさん、持ち行ってくるよ。君を解放してみせる。誰か、やばいやばい、本日は新幹線をご利用いただき誠にありがとうございます。新進事故発生。当列車におきまして、線路上での接触事故がありましたので、安全確認のためしばらく停車いたします。あの人身事故、あれ、もしかしてここが運転室になってるって思った？それはね、グリーン車の向こうだよ。僕が0号車の次って言ったって？だよ。0号車っていうのはグリーン車の0号車のことだよ。え？今度はさっきと反対。変わったことがあったら進んで。なかったら戻るんだよ。3回間違えるとお化けが来るから気をつけてね。ふざけるな！お前だろ！お前がこの空間の支配者なんだろう！いるわ。あ、グリーン車。グレー、暗い暗い暗い。もうやばいって。ターミネーターみたいな人いる。おじいさんがなんかカリカリしてますけど、これが普通なの？あれ、あるし人間か？何？どうでしょう。我が輩を騙すことは。我が輩？あの、あるしはスーツを着ている。他とは違うようじゃな。やばい、バレる。幽霊ってバレる。列車の中で誰かに会ったか？パーカーの男の子に会いました。それはいいことかもしれん。ここにいるほとんどの人は、おい、マジかよ、人間ではないような。持ちと同類ってこと？スーツの人は信用するな。寝た。あれあれ、うわー、あいつこっち見る。やばいって。これさ、ここを押したらさ、あっ、弾かれる。ドド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 ドほい。え？立ってるくね？めっちゃくちゃ嫌なんだけど。
うわ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 畜生なんだあいつ。あ、座った。何しれーっとした顔で座っとるんや。おい君、怖くはなかったけどな。まあ、いつも通りの異常だよね、これ。ゼロになれば。おかしいだなー。これ、デフォなんだ。あれが異常がないでいいんだ。やっと遊び方が分かったわ。変なもん売ってない？大丈夫？あれ？異常ですね、これ。あ、嘘です。異常じゃないわ。なにさ。あれ？あ、即死系の異常だったの？列車自体が圧縮されてたの？なにそれ？見てんね。すごい興味示してくれてるね。ちょっと嬉しいけど。順調順調。うわー！なに？あ、バグ？あー、びっくりした。しっかり叫んじゃったじゃねえか。遅い！おっせ、足が重い。椅子が沈んでいってる。うお、ああ、ああ、お兄さん、あ、来た来た来た。よし、異常がなければお戻りください。怖いよ。次でゼロだよ。来たー。大丈夫、ちゃんと進んでるよ。よしよしよし、オッケー。危ない。よ、オッケーっつって進みそうになった。あ、来た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 。運転そんなボタン？止めるよ。は？うわ、眩しい。出れるってこと？戻って、僕ちゃん探した方がいいと思う。探すか。わ、お姉ちゃん？お姉ちゃん起きてる！この列車は止まることはなくって、ループしていたんですね。そうです。この列車を止めることができて、ループもしなくなったってことですよね。なんか、違和感。え、何ですか？この列車に乗った覚えはないんですけど。確かに、もちもだ。黒いパーカーの男の子見ましたよ。それは多分、直樹です。あ、きっと記憶をなくす前、直樹と一緒だったのね。弟さん一緒に探して直接聞きましょう。直樹は普通車側にいるはずですね。ここから出ましょう。次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。そんなことになったらかわいそうです。優しい。この列車をどうにかした方がいいんじゃないですか。アニメか何かで見た気がする。嘘。二人で反対方向にすごいスピードで走ってループを壊してました。一緒に発車させたらどうですか。それしたらさ、ちぎれちゃわない？私の弟、直樹のことは任せます。急ぎましょう。またこの列車が動き出してしまう前に。はい、よろしくお願いします。いいの、勝手に押しちゃって。おっ、え、開けない。よし、何も見てない。マジは何にも見てません。開けられ、なになになに、やばい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 、なんか来てる、なんか来てる、ふざけんな。あー、じゃあ、ハイソップ。あ、進み始めた。あれ、着きました。あ、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 ナオキ、お兄さん来たんだね。待ってたよ。どういうこと。お姉ちゃん、お姉ちゃん来たんだね。無事でよかった。そうだ、お兄さんも一緒に来る。何が。やめとくよ。ありがとう。そうですね、来ない方がいいと思います。なに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 。なんだか私たちに何が起こったか分かった気がします。私たちは大丈夫です。もう私たちは行きますね。本当にありがとうございました。さようなら。お、なんだ。あ、あ、気がつきましたか。あなたは床に倒れていたんですよ。運よくお医者様が乗っていたんですよ。いわゆるエコノミー症候群ですね。列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて、最悪の場合も考えられたんですよ。
数分前に起きた人身事故です。あれ、人身事故。その事故でこの列車はしばらく止まっているんです。あ、車掌さんも来た。失礼します、業務連絡です。事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。うわ、マジか。直樹とお姉ちゃん、あー楽しそうだけど線路の上は歩かないようにね。